自動プログラミングは人間のプログラマーがコードを書くのではなく何らかの機構によってプログラムを生成するプログラミングの一種である。自動プログラミングという用語に関してはこれまでその意味が様々に変化してきたため定義について明確な合意が得られているとは言い難い。例えばデイビッド・パーナスが公開されている研究成果から自動プログラミングの歴史を調査したところ 1940年代では紙テープのパンチ処理を自動化することを意味していたとされる。その後、フォートランやアルゴルといった高水準言語で書かれたプログラムの変換を指すようになった。実際、初期のコンパイラにはオートコードと名付けられたものがあった。パーナスは自動プログラミングとはいつの時代もその当時のプログラマが使える言語より高水準の 言語でプログラミングすることを意味する遠曲表現だったと結論付けた。自動プログラミングはコンピュータプログラムの歴史とともにある。より高いプログラミング効率を求めて、より高水準の自動化が長い間を進められている。現在のところ、人の指示なしにプログラムを自動生成する技術は実用化されていない。すなわち現在の自動プログラミングは、 全自動プログラム生成ではなく、抽象度の高いソースコードを元にした、コード生成、変換及び技術の省力化と同義である。以下は、自動プログラミングの例である。生成的プログラミングとは、ジェネリックなクラス、プロトタイプベース、テンプレート、アスペクト、コード生成などの技法を使って、ソースコード作成を自動化し、プログラマの生産性を向上させる。 プログラミングのスタイルである。ソフトウェアコンポーネントなどのコード再利用の技法とも連携して使用される。ソースコード生成とは、テンプレートなどのオントロジー的モデルを使ってソースコードを生成することであり、テンプレートエンジンや統合開発環境などのプログラミングツールを使って行われる。これらのツールは様々なソースコード生成手段を提供する。 ソースコード生成器の単純な例として、マクロプロセッサがあり、ソースコード上のパターンを比較的単純な規則に従って置換する。Microsoft Visual Studio などの IDE はさらに進んだソースコード生成を行う。プログラマはソースコードのスニペットと呼ばれるものを対話的に選択しカスタマイズできる。プログラム、ウィザードもソースコード生成の典型的な形態であり、 プログラマは対話的にグラフィカルユーザーインターフェースを設計し、その結果を自動的に反映したソースコードが生成される。Windows Forms ではフォームデザイナーを使って視覚的に GUI 部品を配置したり、プロパテを設定したりすると対応する C や VB、ネットによるプログラムコードが自動生成される。三次元コンピュータグラフィックスの統合ソフトウェアや グラフィックスエンジンの中には直感的な操作によって各種視覚効果のノードをつなぎ組み合わせることでリアルタイムまたは非リアルタイムのシェーダープログラムを自動生成するノードエディターと呼ばれるオーサリングツールを備えているものもある。ありがとうございます。